言ってくれんじゃん。俺たちだって負けない。俺たちはトリガーだ。迎え撃つ準備はできてる。テン兄がどうして俺たちを置いて出て行ったのか、もう聞かなくてもいい。俺はいつも優しくて俺の味方をしてくれてた。俺だけのスターを失ったけど、世界中に自慢できるようなすごいライバルを手に入れた。九条天、あなただよ。好きや憧れだけじゃ突き進めないこともある。優しさだけじゃ乗り越えられないことも。だけどまだ歌ってたい。これが俺の武器だから。武器がここにあって仲間がいるなら、戦える限り戦っていたいんだ。どこまでいけるのか、自分自身の力を試したい。リク、全力で走ってくよ。そっちの方へ。息の根が止まるまで走っていく。いいよ、覚悟してかかってきて。走れなかった弟がいたことは僕も忘れる。握手して。え？決闘前の握手だよ。よろしく、アイドリッシュセブンの七瀬陸。よろしくお願いします、トリガーの九条天さん。上出来。バイバイ、リク。何やってんの？通りかかったんだよ。君を迎えに来たんだよ。せっかく集まったんだし、社長に頭を下げる方法でもラーメン屋で考えますか。賛成です。チャーシュー麺、チャーハンセット、煮卵、よっしゃ、頼むぜ龍。安心してくれ、君が殴りかかりそうになったら全力で止めるよ。別に殴り合いに発展してもいいけど、まずはじめに僕に言いたいことを言わせて。
お前の説教は2時間コースだからな。な、帰ってきた。なんだ、3人揃って。テン、ドアを閉めろ。バリケード。了解。おとなしくしてください。椅子に座ってリラックスして。何の真似だお前ら。何の真似？ストライキの暴動だよ。汚いやり方をやめると約束しろ。約束するまで部屋からは出さない。こっバカどもが。ケビス、おいおい。ハサミで遊んでたら内線電話のコードが切れちゃった。誰か。事務所には誰もいないぜ。俺たちのポケットマネーで色を変えた。今頃あんたの愚痴で盛り上がってる。調子に乗ってふざけるな。お前なんてもう息子でも何でもない。お前らの代わりなどいくらでも。いや、タックルされんな、フラーが。なんで？失礼。続けてくれ。社長、許してくれっかな。結構怒ってたからな。社長さん、歌を大事にしてくれています。今の私たち、歌を歌う資格がない。そう思って解散と言ったのでしょう。アイドリッシュセブンの曲。あの曲の作り手も結局謎のままですね。どうしたんだ、ナギ君。今まで黙っていましたが、ある秘密をお話しします。秘密？私たちの歌の作曲家知ってます。